チーフは襲名劇でした。このような感じに仕上がってます。それでですね、こういう淡いお花は意外と難しいんですけれども、色を混ぜすぎないことがポイントですかね。で、できるだけ混ぜずに綺麗な赤を薄めてのっけて、で影を描いていくような感じになります。で黄色いところのポチポチとか、あと真ん中の丸いめしべの部分ですね、ここがポイントとなりますので、ここはしっかり描いてください。ここね、この部分ね、これで花の向きがね決定されますので、ここをうまく描くことでどっち向いてるかなっていうのが分かりやすくなります。特にこういう狭い画面の時は茎を描く余地がもう全然なくなってしまいますので、このめしべおしべを描いてあげることで、なんていうんですかね、お花の雰囲気、どっちを向いてどう咲いてるのかっていうのをできるだけ表現してあげるようにしてください。はい、ご覧いただきありがとうございました。で、20分スケッチの他にこのように襲名菊のスケッチを結構しておりまして、こちらなんですけれども、先日ワークショップをしたんですけれども、そこでお邪魔しましたギャラリー平左衛門さんで咲いていた白の襲名菊です。で、こちらはね、もう一般のお宅と違ってお庭が広いので、本当に伸びやかに綺麗に咲いてまして、もう一見の価値のあるような素晴らしい襲名菊でございました。でこちらがうちのお庭の子です。うちの庭はですね、やっぱり風が吹いたり雨が降ったりして、こう倒れては起き倒れて起きしてるので、こうなんか茎がふにふにしてますね。これはこれで風情があると私は思ってますけど、これとか、あとはもっと書いたっけ、これは違うね、あ、まだ書いてある、この位置が見やすいですかね。はい、これもうちのお庭の子です。色の濃いピンクと
淡いピンクと、あとあのホトトギスと組み合わせて描いてます。あとはこれね、うん、こんな感じでもうあのたくさんたくさんスケッチをして、それをあの元にしてあの本画にしていきたいと思っております。で、来年の、2018年3月に個展をしたいと思ってまして、それに向けての制作に取り組んでおりまして、それの元となるあの原画となります。またあのいろいろ書いていきますので、よろしく応援お願いいたします。木下美香の20分スケッチ、今日は以上とさせていただきます。またどうぞよろしくお願いいたします。